アメリカ合衆国のコアベース統計地域を示した地図363ある大都市統計地域は赤色で577ある小都市統計地域は青色で示されているコアベース統計地域はアメリカ合衆国行政管理予算局によって定義されたアメリカ合衆国の都市的地域であり人口が1万人を超える都市的中心地と そこへの通勤などによって社会経済的に結びついた周辺地域から構成される。2000年のアメリカ合衆国の国勢調査結果をもとにこうした基準を当てはめて定義された地域は2003年6月に OMB から公表された。これらの基準は1990年に定義された都市圏にとって変わるものである。コアベース統計地域は 大都市統計地域と新たに作り出された小都市統計地域の両方をまとめて指す用語である。小都市地域とは国勢調査局が定義した人口が1万人を超え5万人を超えない都市クラスターを中心とした地域を指す。右上の地図は大都市統計地域と小都市統計地域を示したアメリカ合衆国とプエルトリコの区バッの一図である。 不発さの導入によって都市圏の定義にも若干の変更が加えられた。1990年に定義された都市圏は国勢調査局が定義した都市か地域人口が少なくとも5万人を超えている必要があった。都市か地域人口が250万人を超えた大都市統計地域は一定の条件に当てはまれば複数の 大都市区分に分割することもできる。これは従来の制度における主要都市統計地域と似た概念である。124設定されたアメリカ合衆国の合同統計地域の地図。同様に現在では合同統計地域という単位も設定されている。これは隣接する区バっさが一定の要件を満たす場合に、 一つのまとまりとみなすものである。CSA の構成に際しては、合同の対象となる区ッさが、MSA か SA かは問われない。ニューイングランドについて、以前は軍を単位に,にする都市圏の列挙が行われており、国勢調査では、集計単位に、市や町を用いる、この地域についての国勢調査の通常の方法とは、 別に、ニューイングランド軍都市地域と称される集計単位が存在していた。現在は、これに代わって、軍ではなく、市や町を単位とするニューイングランド市長地域という集計が行われている。都市圏の基本的な定義法に大きな変化はなかったが、新しい定義に沿って設定し直した結果、新たに49の都市圏が設定された。また、 550以上の地域が小都市統計地域に認定された。結果として、現行の規定によって935のクバッサがアメリカ合衆国とプエルトリコに設定された。このうち11のクバッサは合わせて29の大都市区分に分かれている。 1990年の規則によって区分がなされた最後の都市である1999年の都市圏が284ありそのうち19都市圏に76の主要都市統計地域があったのに比べると比べると数の上ではほぼ3倍の地域がアメリカ合衆国行政管理予算局によって認定されたことになる2009年12月1日の見直しによって 区バスサの数は955、うち大都市統計地域が374、小都市統計地域が581となった。また、358の区バスサに基づいて、128の合同統計地域が構成されている。ありがとうございます。